どうもぞプラビットの達也とあれ人とどうです。ということで今回は世界の凶悪殺人鬼についてやっていきたいと思います。僕らはこういった殺人鬼とか、はい、誰かが亡くなったお話は向いてないんですけれども、そうだね、なぜなら何でも面白くしてしまうから。けどなぜ知ってほしいかっていうと、そういう殺人鬼に僕らが出会う可能性があるわけじゃないですか、うん、その時に殺人鬼っていうのはこういうパターンがあってとか、うん、こんな事件があったなって知ってれば同じようなことに巻き込まれた時、うんうん、すぐに対処できるのではないか、特徴とかもねここで掴んで、そういった観点から今回は紹介していきたいと思います。なので僕らが、殺人鬼に関してボケるかもしれませんが、はい、それはやむを得ない、そうしょうがないんですよこれ。いやそうよ、伝えるためにちょっと集中していこうか、いつもと違う。あでもそうしようか、うん、いやいつもも集中してるよそういつも集中してないみたいなまず一人目、ジェフリー・ダーマー。フィッシャーズのメンバー。ジェ、ダーマさんね。早速早いな、早いな、集中してない。関係ないですからね、ダーマさんとダーマーは。ちょっと集中していこうか。1978年から1991年にかけて主にオハイオ州やウィスコンシン州で17人の青少年を絞殺し、その後に痴漢、要するに亡くなった人を犯すことですね、あとは死体切断、人肉食を行った。その突出した残虐行為は1990年代初頭の全米を震撼させた。またこの事件ではミルウォーキー警察当局の無能と人種的及び性的マイノリティに対する偏見がダーマーの密行を許したとして激しく非難されることになったと。警察の無能ってその、そうだから主張ちゃんとしてないってこと。だからこいつを捕まえれん理由はお前らにあったんじゃないかと。なるほどね。だってさ、17人締めて殺したってことでしょ。そう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 。でもさ、5人目ぐらいでさ、もう分かるでしょ、防げるよね多分途中から、やばいやばいやばいの来たやばいの来たって。そうだからそれを全然防げないまま17人の青少年がやられてしまったっていうことで警察も非難されたんですよね。いや絶対そうだよ。そう、5人目ぐらいからもう抑えれるよね普通に。だからそのパターンじゃない目の前でやってるわけじゃないよお前K-1 とかだと思って違う、警察が目の前でこうやってやってるとこでお前17人やって書いてあったよ、密行を許したとして非難された。だからその裏でやってんだけど、それすらも警察なんだから捕まえろよって。あなるほどね。そうそうそう、俺17人さ一斉にさ違うよ。続きまして、ヘンリー・リー・ルーカス。アメリカ合衆国の連続殺人犯、全米17州で300人以上の殺害をしていると言われる著名なシリアルキラーの一人であり、トマス・ハリスの作品に登場する連続殺人者ハンニバル・レクターのモデルの一人。まあ殺しすぎてて内容とかはないですが、うん、もうわかるよね、300人。すごい。ランランルールーカスはさ、ランランルーじゃないな、ヘンリールールーカス、ほぼ一緒や一緒じゃないよ続きまして、アンドレイ・チカチーロ。ウクライナ生まれの連続殺人者、ロストフの殺し屋、赤い切り裂き魔などの呼び名で知られる。1978年から1990年にかけて主にロシア・ソビエト連邦会社主義共和国内で52人の女子供を殺害者として殺人罪を言い渡された。一部の犠牲者は当時ウクライナ・ソビエト会社主義連邦共和国とウズベク・ソビエト会社主義連邦共和国で殺されている。うん、会社主義共和国何そんなことないよ。まあ多分ウクライナとウズベクソビエトですね。いろんな共和国があるんだね。っていう場所で女子供を狙って52人殺したのがこのアンドレイ・チカチーロ。チカチーロ一番やっちゃいけないよ女子供って。いやそう、弱者ですからね。もちろんダメですよ、男大人はダメですよ。でも確かにお前いつも真っ向勝負して勝ってるもんね。お前何ですか、街でボコボコにしたり。やってないよなんで俺ボコボコにしてんだよ。地下格闘技とかでしてないですけど。この人の宣材写真やばいな。宣材写真じゃないのよこれ、わざわざ撮ってないのよ。すんげえ顔、えもう決まっちゃってる。でもやっぱやばいね、チカチーロっぽい顔してんのそれは分からんけど今までの人はまあでも何なんだろう、さっきのこのヘンリー・ルーカスとかさ、うんこれちょっとヘンリー・リー・ルーカス。あごめん厳しいな。でもやっぱちょっとなんか目が怖かったりとか、うん、ダーマーとかだって目座ってんもん。あとこれ見てくださいよ、警察署内で捕まった後に撮られた写真でこの余裕な顔、おかしいねんだからもういつでも出れますよみたいな。チカチーロやばいぞ名前気に入ってんなチカチーロだもん続
きまして、テッド・バンディ。バンディは1974年から1978年にかけて、全米でおびただしい数の若い女性を殺害した。被害者の正確な総数は分かっていないが、彼は10年間にわたる否認を続けた後、30人を超える殺人を犯したと自白している。彼は典型的なアメリカのシリアルキラーとして考察されている。実際、シリアルキラーという表現は彼を表すために考え出された。シリアルキラーってどういう意味ですか？だから、レ、いや、違うな。食べてんの。なんで牛乳かけてんの。牛乳かかってるから。違うな。シリアルキラー。違う違う。要するに、英語で訳すと、連続のとか、順列のって意味があって。うん。いやいや、歌わない、温泉で歌わない。風評被害笑うなよ。だって、笑うだけで突っ込む俺もやめろよ。若い女ですよ、また。また若い女ばっかり。若い女好きなんだな、やっぱり。いや、でも俺らの好きと違うわけよ。殺したい好きなの、すごいな、どう謎だよね、心理がすごい。続きまして、エド・ゲイン。彼の犯罪は、彼が地元の墓場から掘り出した、死体で作り出した恐ろしい戦利品と記念品を警察当局に発見されたことで名を馳せた。彼の有罪判決は二人の人間の殺害のみであるにもかかわらず、しばしば連続殺人者と呼ばれる。人間の死体を使ってランプシェイドやブレスレットを作ったことで知られており、アメリカの殺人史を代表する一人である。本人によると自分の名前の正確な発音はエド・ギーンであるというが、本名であるエド・ゲインの方がよく知られている。最後のこだわりはよくわからんけど、この人の母親がすごい教育をする人で、めちゃくちゃ厳しい人なんですよ。で、その教育を受けたこの人が、お母さんが死んじゃった時にすっげー悲しんで、もう友達とか見ないわけですから、もう阻害されてたの、周りから、で、お墓はお母さんの掘り起こして、で、とこから始まったんです、最初。そう、ガチなん、それは。え、こういう感じ。お前さん、なんで詳しいん、そんな。ボケじゃないの、今の。ガチガチガチっていう背景があるんですよ、この人。そのなんかボケの感じでガチで言ったよね、今。そう。で、その殺した二人のうち一人は自分の実の兄。大学の授業のトーンさ。教団出すの。なんかで言いました。急に教団出すの。え、どうしてどうした。詳しい、なんで知ってんの。いや、なんかで見たのかな。テレビとかでやってたのかな。なんかで見た気がします。本当は悲しさから来てんだ、この人。なんかやっぱ、しかも周りの人からはこんなことする人じゃないって思われてるから捕まんないんですよ、なかなか。ははー。で、家の中見たらそういうことになったっていう。死体で作ったものがあったんだ。これ2人しか殺してないですか。ということで、以上が海外のヤバい殺人鬼でした。俺らは殺したいとか思ったことがないから、だから理解できない、理解ができないんだよね。思ったとしてもそれを行動に起こしたらヤバいってなるところが、だから多分俺らはこういうの読んで、なんかボケが浮かんだりとか、言ってるだけ、まともで幸せな生活を送ってんの。確かに。こいつらの域に達したら、共感できるわけやん。確かに。まあ、やっちゃいけないっていう教育も受けてないかもしれん、もしかしたら。まともなね。いや、じゃないと。いや、俺ら幸せよ。だから多分、もう、小2でグラセフ全開してたし、なんでグラセフ、ね、じゃあ、作ったグラセフの作者、えぐいやつ。それは関係ないけど。大マフィアやん。そう。作った人。俺らは幸せやって。もう一回教団立ってほしいな。幸せについて。エクストリーム幸せ術。何それ。中田さんのやつ。いい、そんなんはいい、ね。人のパクるな。エクストリーム日本史新選組編。土方。俺らだってさ、共感できないわけじゃないですか。もう分かんないですね。で、理解もできないから、はいはい、もう親にやっぱ感謝するべきだと思うんですよ。あ、共感できなくしてくれてありがとうだよね。本当よ。殺人鬼と。確かに。この人だって殺人鬼が親だったらそうなってたからね。いや、なもうだって殺しちゃえばいいじゃんって多分なると思う。そう。いじめられてんの？じゃあ殺しちゃえば。うん。別に隠せばバレないから。けどさ、SNS でさ、誹謗中傷で亡くなったりしてる人もいるわけじゃないですか。親の時代 SNS ないじゃないですか。でも子供がそんなことやってるんですよ。ってことは、親が普通でも、子が、いや、普通じゃない人間になってしまうことは絶対あるんですよ。だから気をつけていかなきゃいけない。その親がまっとうな教育をしたとしても、やはりその教育が変わって、ねじ曲がってしまって、このような人間になるんですよ。すごいな、今。アシストすごい。変になることもあるけど、その変な方向を正すのも仲間ということで、いくらボケても突っ込んで修正していくと、そういう仲間を見つけてやっていきましょう。視聴者の皆さんも、もし悩んでね、私変なんじゃないかと思ったら、気軽に僕らに相談してください。変だったら変だからやめろと言っていきたいと思います。ちなみに僕らが変なのは分かってます。あと、バーとかで変な気分になっちゃったってなった人も来てください。このような方には気をつけてください。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。何もかも